東洋アフリカ研究学院はロンドン市中心部ラッセルスクウェアに本部を持つロンドン大学に所属する名門大学の一つ英国で唯一の地域研究に特化した教育研究機関であるロンドン大学を構成する他の教育研究機関同様個別の大学として扱われる場合が多い長らくロンドン大学連合に共通の学位を授与してきたが2016 17年度の100周年を機に以前から保持していた独自の学位を授与する権利を行使するようになった。ソアスはイギリスの大学連合1994グループに加盟していたが同グループは2013年に解体した。歴史的にソアスは大英帝国の植民地に派遣する行政官を育成するために設立された学校であった。そのため現在でもソアスはアジア、 アフリカ及び中近東の地域を研究対象とする世界最大の研究機関となっている。また、ソアスは研究対象の地域から多数の留学生や研究者を受け入れており、結果として100以上の国と地域から留学生が集まり、正規課程の学生40%以上が留学生という国際色豊かな大学としても知られている。また、 大学の歴史的背景と国際性の豊かさから、ソアスは開発学部において世界トップクラスの評価を受けており、多くの国際機関、政府系機関、NGO 関係者を輩出している。ラッセルスクウェアキャンパスバーノンスクウェアキャンパスソアスは2009年現在、2つのキャンパスをロンドン市内に構えている。メインキャンパスがある、ラッセルスクウェアキャンパスとキングスクロス駅にほど近い。 バーノンスクウェアキャンパスである。ラッセルスクウェアキャンパスは、ロンドンの文教地区とでも言うべき、ブルームスベリー地区にあり、ユニバーシティカレッジ、ロンドンやロンドン大学本部、セネートハウスなどのロンドン大学関連施設、大英博物館や大英図書館などの文化施設が、至近距離に点在している。ラッセルスクウェアキャンパス内にもソアス付属の、 ブルネーギャラリーがあり、様々な展示会が行われている。ラッセルスクウェアキャンパスには、サー・デニス・ラスダン設計で1973年にオープンした図書館があり、アジア、中近東、アフリカ関連の書籍を中心に120万冊以上の蔵書数を誇っている。バーノンスクウェアキャンパスは、イズリントン地区に2001年にオープンしたキャンパスで、 ペントンビルロードにあるソアスの2つの学生寮からすぐ近くにあるバーノンスクエアキャンパス周辺では昨年のユーロスターのセントパンクラス駅の乗り入れを契機とした大規模な再開発が進行中である2016、17年度からバーノンスクエアキャンパスを閉鎖しセネートハウスの北東を利用開始したこれによってソアスのすべての施設は ラッセルスクエアキャンパスに集結することとなった。ソアスは3つの学部で構成されている。学部には数個の学科が所属している。またソアスには学部所属、または学際的な研究所が40以上存在し、そのうちいくつかは学科とほぼ同様の役割を担っている。ソアスは国立、私立問わず多くの日本の大学と交流協定を結んでおり、 多くの日本人学生がソアスのキャンパスで学んでいる。特に東京外国語大学とは関係が深く、同大のロンドン事務所がソアスの施設内に置かれている。以下、ソアスと交流協定を結んでいる日本の大学である。正規課程の日本人学生や日本の大学からの留学生に加え、ソアスにはアイフセルズがあり、ここでは イギリスの大学の学部課程への入学資格取得を希望する高卒者やイギリスの大学院に進学予定者など多数の日本人が在籍している。日本はソアスの研究対象である。そのためソアスでは社会科学系の学部で日本の政治、経済の研究を行っているほか日本の言語、文化を研究する学部を要している。さらに、 日本を研究するための専門研究所 The Japan Research センターがあり、40名以上の研究者が日本研究に従事している。また、日本の芸術及び文化研究のための研究所、s a i n ベ s b u r y Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures もある。その他、語学に関する生涯学習を担う言語センターでは、一般向けに日本語のクラスが提供されている。 なお、第32代中日英国大使であるディビット、ウォレンもソアスの関係者である。日本にあるソアス同窓会の名誉総裁は、ミカサ隆人アタである。ソアスは、The School of Oriental and African Studies の略称として知られており、以前には、ソアス、ユニバーシティ・オブ・ロンドンとして表記されることが多かった。独自の学位を授与し始めた2016、2017年度に、 ソアス・ユニバーシティ・オブ・ロンドンを正式名として採用したが、翌年には正式名ではなくは通名として使用するようになった。理由はオリエンタルが、特にアメリカでは差別的な意味合いを持つこととされている。また、地元の人は従来からソアス・ユニバーシティと呼んでいた。ソアスは前日のように、イギリスでは類を見ない地域研究に特化した大学である。ゆえに、 他の大学との比較は困難であるが、イギリス政府の公式調査及び新聞社が提供する指標を見ると、イギリスに119校ある大学の中で、また世界におけるソアスの位置づけが見えてくる。QS 世界大学ランキングは、タイムズハイヤーエデュケーションと教育情報の専門会社キッカレリー・シモンズが2005年から毎年発表している世界大学ランキングである。なお、 このランキングは2007年に大幅に査定方法が変更され、理系学部のないソアスのような大学には不利なランキングとなっていること、そもそも査定者がイギリスとアメリカの研究者や企業、関係者に偏っていることに留意する必要がある。2017年の QS ワールドユニバーシティランキングスでは、ソアスは人文学全体で39位、開発学で7位。 人類学で23位、政治学で39位であった。2018年の QS ワールドユニバーシティ、ランケインズでは、ソアスは人文学全体で36位、開発学で4位、人類学で16位、宗教学で19位、政治学で23位、歴史学で35位であった。ノーベル賞受賞者国家元首、首相、大統領王族関係政府関係者その他、 ありがとうございます。